本日は5体の中、阿久根市長選挙立候補予定者公開討論会にご来場いただき誠にありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます、一般社団法人阿久根青年会議所2022年度総務広報委員会委員長の倉津成人と申します。不慣れではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは開会に先立ちまして、当会の理事長より一言ご来場の皆様方にご挨拶を申し上げます。一般社団法人阿久根青年会議所2022年度理事長中村総君、よろしくお願いいたします。改めまして皆さん、こんばんは。本日はこのように多数お集まりいただきまして本当にありがとうございます。12月11日告示、18日投開票の阿久根市長選挙に伴う公開討論会をこのように開催いたしましたところ、立候補予定者をはじめ多くの皆様にお集まりいただきましたことを重ねて感謝申し上げます。青年会議所で行う公開討論会とは一体どんな意味があると思いますか。1983年まであった立ち会い演説会というものがなくなって以来、青年会議所はこのように選挙のたびに公開討論会というものを開催してまいりました。公開討論会とは、人の好き嫌いではなく、どのような政策をこの候補者の方たちが挙げてらっしゃるのか、自分たちの町の未来を預けるのにどのような考えを持ってらっしゃるのかを直に、そして本日は後ろの方でカメラもありますけれども、 YouTube ライブで市民の皆様に多く届けたいと思っております。今日は実際4名お越しですけれども、ぜひどのような考えか、どのような人となりをしていらっしゃるのか、ぜひ間近で感じていただいて、ご自身の目と耳で阿久根の未来を選んでいただければなと思っております。今日のこの会がより阿久根市の未来のためになりますことをご祈念申し上げまして、主催者を代表したご挨拶と開催させていただきます。本日は最終最後までどうぞよろしくお願いします。中村理事長、ありがとうございました。それではこれより阿久根市長選挙立候補予定者の皆様にご入場していただきます。ご来場の皆様、ご入場の際には拍手をお願いいたします。それでは立候補予定者白石純一様、立候補予定者竹原新一様、続きまして立候補予定者中津田由紀人様、西平義政様、立候補予定者の皆様にご着席いただきましたところで、今回の趣旨説明をさせていただきます。まずもって本日はご対応の中、立候補予定者の皆様方におかれましては公開討論会へのご参加誠にありがとうございます。会員一同、心より厚く御礼を申し上げます。本日の公開討論会を行う趣旨といたしまして、阿久根市長選挙出馬予定の立候補予定者の皆様から、阿久根市の現状や
地域課題に対しての政策、また町の未来に対する考え方を聞く機会を設けることで、市民の皆様方に対しまして、選挙に対する主権者意識の向上と、町の未来に対する当事者意識の醸成を目指して開会をさせていただきました。本日の討論会を通しまして、立候補予定者の皆様とご来場の皆様方と共に、阿久根の未来につながる有意義な時間となれば幸いでございます。以上が実質説明でございます。それではここで、本日ご来場いただきました皆様への注意事項でございます。本日の公開討論会におきまして、立候補予定者の発言を妨げるような言動や、特定の立候補予定者のイメージに関わる行為、活動、選挙活動はご遠慮ください。また、開会、閉会時、または司会者やコーディネーターが促す以外の拍手はご遠慮ください。そして本日はご来場の皆様方からの質問の時間を設けてはおりますが、コーディネーターが促す以外の状況で、観客席から立候補予定者への質問は一切ご遠慮いただきます。また、主催者側と報道関係者を除き、公開討論会中の写真、動画撮影、録音はご遠慮ください。また、飲酒後の入場及び館内での飲酒はご遠慮ください。その他、会の進行を妨げる行為は一切ご遠慮ください。また、ただいま説明いたしました注意事項を守れずに、主催者側は討論会の運営に支障が生じると判断した場合は、退出をお願いすることがありますことをあらかじめご了承ください。以上が注意事項でございます。ご来場の皆様方のご協力のもと、本討論会のスムーズな運営に努めてまいりますので、皆様方、ご協力よろしくお願いいたします。それでは、ここからの進行をコーディネーターにお渡ししたいと存じます。本日のコーディネーターであります、公益社団法人日本青年会議所九州地区鹿児島ブロック協議会2022年度直前会長、吉留祐介君、よろしくお願いいたします。はい。ご来場の皆様、コーディネーターの吉留君に拍手をお願いいたします。ただいまご紹介いただきました。私は公益社団法人日本青年会議所九州地区鹿児島ブロック協議会2022年度直前会長の吉留祐介と申します。私は大隅半島は総務の大崎町在住でございまして、阿久根の地とは全く関係のない第三者でございます。本日の公開討論会では、公平そして中立に公職選挙法にのっとり会を進めさせていただきます。それでは最後までよろしくお願いいたします。なお、今回の討論会におきまして、公平性を保つために、席においてもくじ引きで事前に決めており、話す順番におきましても、すべてのテーマにおいて、コーディネーターである私が指示をさせていただきます。何卒ご了承をお願いいたします。また、本日は観客席の前方にタイムキーパーがいらっしゃいます。各答弁の制限時間は、3分間で、立候補予定者の皆様がお話を始めてから3分間をカウントいたします。制限時間が残り1分前となりますと、このようにボードを候補予定者の皆様に掲げさせていただきます。また、30秒前にも同様に掲げさせていただきます。各立候補予定者の発言が制限時間になりますと、ベルを鳴らしますので、立候補予定者の皆様はベルが鳴りましたら速やかに答弁を終了してください。皆様のご協力のもと、スムーズな公開討論会の進行に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。それではこれより公開討論会を開始いたします。まずは立候補予定者の皆様の自己紹介とご自身の最も推進したい政策について、
順番は私から見て、一番近い方から順番にお願いいたします。まずは白石さんからお願いいたします。こんばんは。皆さん、マイクをつけてください。こんばんは。川路会、あとね、みんなも町もの白石純一でございます。ご挨拶代わりに、一つ、突然ですが、クイズです。この次の3つの中から、一番直線距離が近いのはどれでしょう。一つ、阿久根指宿。二、阿久根熊本。三、阿久根長崎。正解は、阿久根長崎ですね。これは意外と思われるかもしれません。地図で確認してください。なぜこういうことを申しますかというと、私は、この阿久根を起点として、阿久根、長島、天草、長崎、これを世界に売り出す観光ルートにできると思っています。この会場のロビーに、16世紀のポルトガル海軍の大砲がございます。この地域には南蛮交易の遺産が眠っております。さらに、キリスト教、隠れキリシタンの教会軍がございます。これらは欧米のキリスト教徒の方々に大変刺さる観光コンテンツでございます。阿久根を起点とし、九州西岸夕日の巡礼街道と称し、この巡礼道、世界の観光の主要な稼げる観光は巡礼が一つ大きなコンテンツになっております。つまりそうした観光を俯瞰的に見て、観光のみならずさまざまなことに応用できる。その見方を持てるのは私、白石だと思っています。また産業、農業、水産、阿久根の基盤産業、これらはもちろん強力に支援してまいります。さらに医療、介護、西一丁、これらも広域で進めてまいるべきだと考えています。さらに高速道路の整備、これも産業、観光にとっては必要不可欠。そして、この市街地の再開発、急行、そしてその隣の青果市場土地、これも早急に進めなければならないと考えています。阿久根の産品を売るに際しては、私はトップセールスができると考えます。そして雇用の改善のために一律、私立のハローワークを設けたいと思います。最後に仙台原発、40年超の運転については、事業者から皆様市民に細かな丁寧な説明をしていただくとともに、皆様市民のご意見を、これら事業、この事業者、そして国や県にしっかり伝えてまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、高原さん、高原さんお願いいたします。はい、竹原選手です。阿久根はずっと人口を減らしてきました。この人口減少を止めて増加に転じなければ衰退と滅亡しかございません。表現の証しは成功しております。そこに倣って人口を増やし町のみんなを幸せにする施策以外にはないと思います。それは子供を獲得する幸せの町づくりです。みんなで子供を応援し幸福感を拡大させ、行政サービスを向上させ、人口を増加させ、町の繁栄、そして財政規模を拡大させる、これが循環していっているわけです。必ず阿久根でもできます。そして最初にいきなりやれること、所得制限なしで子育てを支援をいたします。満1歳までのおむつ配達まで無料、保育料2人目以降も完全に無料、給食費は中学生まで無料、18歳までの
医療費無料、これもやってますね。養育費、お父さんに、別れたお父さんが払わない、その養育費を市が立て替えて、お父さんには市から請求すると。こういうことまで明石市はやってるんです。阿久根市は、できます。予算が得られることも確認済みでございます。そして、こういうことをした結果、明石市は人口は9年連続増、子育て層が大幅増、出生率も上がり、繁栄しております。にぎわいも、すごいことになっています。阿久根市も変わっていきます。幸せで、そして繁栄する阿久根に変わります。ありがとうございました。続きまして、中津田さん、お願いいたします。皆さん、こんばんは。議員歴、4期、14年の中津田幸男です。今回の市長選挙に立候補するために、9月14日に議員を辞職しました。立候補の理由は、今、全国どこの自治体も少子高齢化、人口減少により、高齢者への諸問題や各集落運営等に課題が発生してきております。そこで行政は市民一人一人に不安を感じさせることのないようにしっかりとした将来の方向性を示し、新しい時代の変化に対応した市政運営をしていかなくてはなりません。私が市民の皆様が抱えている問題についての解決政策案を執行機関側に提案してもなかなか取り上げてくれません。議員としての仕事には限界があると感じ、苦情になって自分が思っている市民思いの政策を実行していこうと考えたからです。それで私が最も推進したい政策について述べさせていただきます。一番目に、ふるさと納税制度を拡充することです。いわゆる納税額を伸ばす取り組みをすることです。ふるさと納税を伸ばすことによって、財源の乏しい和菓子の自主財源の確保を図る。返礼品の研究・開発によってリピーターを増やし、地場産業の活性化を図る。ふるさと納税により基金を積み立て、市独自の生活福祉資金制度を創設し、生活に困窮している年金生活者の支援を図る。次に、交流人口を増やす町のにぎわいづくりを展開するために、中心市街地の空洞化防止対策に取り組みます。中央生活市場と急行エリアに既存の宣伝を利用した足湯を基軸にして周りにブースを作り、産直店舗、ファーストフードショップ、お酒等を出せる居酒屋等を展開し、したあまりのお金をかけない核となる飲食街を作る、そうする取り組みが地場産業の活性化と町のにぎわい作りにつながっていく。以上が私の推進したい政策の一部です。ありがとうございました。最後に西平さん、お願いいたします。皆さん、こんばんは。今日はですね、このように皆さん方にお集まりいただきまして、市の私が考えている施策についてお話をしたいと思っております。3期12年間務めさせていただきましたけれども、この3期目については、最初の1年以外はずっとコロナ対策をやってまいりました。残念ながら町の観光振興、あるいはさまざまな対策というものが十分にできてなかった3年間だと思っております。そこで私が今考えておりますのは、東シナ海の宝の町、この阿久根、これを次の世代につなぐために何ができるか、3つの連携というものを核にして取り組んでいきたいと考えております。
具体的には循環型経済へ向けての取り組み、そして安心安全なまちづくり、それと次の世代への投資、この3本を柱として今回まちづくりを考えていこうと思っております。で、人口減少というのはなかなか歯止めが効きません。さまざまな施策を枠でしも他に負けなくらい行っておりますが、これはなかなか難しい問題であります。しかしこの人口減少によります経済への影響をいかにしてカバーするか、このことに重点を置いて観光振興を行っていきたいと思っております。で、具体的には1年間に減る人口が地元で消費するお金、これを約私は4億円ほどと試算しておりますけれども、この分を観光の振興でしっかりと儲けになっていくということを考えています。現在国市においては観光まちづくり戦略の見直しを行っております。こちらではこの4億円を取り戻すためにいかに地元に滞在する人たちを計算するか、そしてその方々に具体的にいくらのお金で落としてもらえるか、それを付加するためにアクネの資源を活用して食の街であったり、あるいは体験型のイベントであったり、どん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 価値を高めてアクネの魅力を発信していく、そのことでアクネ市に落ちるお金をしっかりと補填していく、それが街づくりを維持する上で必要だと考えています。また安心安全な街づくりでは DX を活用した中で障害者あるいは高齢者の生きがい、そしてまた見守り、こういったものをしっかり補填しながら子どもたちの学びの場も提供していきたいと考えています。また次の世代への投資として持続可能な街づくりに向けました地産地消の再生可能エネルギーを創出するということ、さまざまなクリーンエネルギーを考えていくということ、合わせて次の世代になる人材の育成に力を入れることを大事に思っております。今回私が掲げております To the Next For the Next は次に向かって、そして次のためにということを重点に置いております。皆様方と共に街づくりを進めていきたいと思っておりますので、ご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。それではこれよりはただいまご発表いただきました皆様の最も推進したい政策につきまして、クロストーク方式で討論会を進行いたします。各立候補予定者の掲げていただいた政策に対しまして皆様ご自身の考えを述べていただき、その発言に対してその都度立候補予定者の方々に答弁していただきます。お互いの制限時間は3分間です。それでは白石さんの政策につきまして竹原さんの考えを3分間でお願いいたします。よくわからないですね、実際の話、何が始まるのか。だから質問出しようがないです。以上です。はい、それでは竹原さんの発言に対しまして白石さんの答弁をお願いいたします。3分が入った。はい、具体的に質問はないということですけれども、何が始まるのかわからない、私は申したつもりなんですけれども、ご理解いただけなかったのは残念です。私が申したのは、もう少し具体的に申しますとですね、まず観光というのは阿久根だけで頑張っても、あるいは泉だけで頑張っても、これは全国ブランドの指宿や霧島には到底かなわないわけです。阿久根、泉、長島として一つの観光地ならまだ立ち打ちできるかもしれない。阿久根の海、おいしいもの、泉の鶴、武家屋敷、長島の花、こうしたものが合わさって一つの観光地として、勝負できる。広ければ広いほど滞在時間が増えます。つまり宿泊される方も増えます。そこでお金がよりたくさん落ちる、そして地域が潤う。その延長線で天草、長崎も捉えたい。より広ければ広いほど遠くから人が来てくれます。一つの世界的な観光エリア、ゾーンを作られるわけです。また経済政策では、私は農業、水産にもちろん支援を強く行っていかなければならないと申しました。阿久根の農産品、水産品、これらは都会、日本の都会はもう人口もだんだん都会ですら減っています。海外にも活路を見出さなきゃいけないでしょう。仙台港から輸出できます。
私は先ほど申しましたトップセールスで国内外の市場に直接売り込むことができると考えています。また急行の青果市場、急行や青果市場土地、私はバンクーバーでマリーナや遊歩道、ホテル、コンベンションセンターの開発を私が担当してまいりました。そうした経験は多分他の皆様にはなかなかない、幸運にもそういう機会に恵まれました。そうした経験もこのアクネに十分貢献、還元できればと考えています。一律ハローワーク、これは一機区式の市がいち早く導入しております。地域に密着した雇用、これを生み出すためには、この一律のハローワークが必要だと私は考えています。そして仙台原発40年の問題、私は福島原発から20キロ圏のところでボランティア活動を行いました。20キロ圏、ちょうど仙台原発から阿久根市役所が20キロですね。もう住めなくなったところで、人々が住めなくなったところでボランティア活動に励みました。このような悲惨なことはこの阿久根では起きてはならないと考えます。したがって事業者と皆さんの間の仲立ちになりたいと思います。ありがとうございました。続きまして白石さんの政策に対しまして中津さんの、お考えをお願いいたします。自分のですね、政策についてはちゃんと説明をしますけれども、これから選挙で戦おうと思って自分が掲げた政策について、こっちから質問と受けません。はい、ありがとうございます。それでは今の答弁に対しまして、回答をお願いいたします。そうですね、じゃあもう少し詳しく質問が出るような形にできればと思うんですけれども、私はまず観光っていうのはその農業水産に加えてこの阿久根の基盤産業にすべきだと思ってるんですね。観光の経済への波及効果は食だけでなくサービス業にも運輸にもほぼ全ての産業に波及してまいります。私は観光という言葉を感じる幸、感じる幸せ、幸せを感じると書いて観光という人もいます。私はまさに皆さん、市民一人一人が幸せを感じる。そうならなければ、よそからこの町に来るでしょうか。いえ、皆様がここで所得を増やし、子育てに生きがいを感じ、皆様とこの秋根をより良くし、幸せを感じていれば、そこにやはりこの町の魅力に惹かれて多くの観光客が来られると思います。そして西回り高速道路、西回り北薩横断道の問題、急行青果市場跡地、そして私はこれからの公共事業はこれらに加えて、まあ、観光もそうですけれども遊歩道など大きな産業の公共事業に加えて、より人々の生活をより豊かに、愉快にする公共事業も必要になってくる。つまり、ソフトな、柔らかい公共事業がこれからは必要になってくると考えます。旧国民宿舎跡地、これは私がホテルの経験からすると大変もったいない。早速、具体的に進めたいと考えています。市内の事業、実は市も公募いたしました。2度にわたって公募いたしました。1度目は耐震が満たない現状のまま公募しました。それは私は阿久根市の損害賠償の多大なるリスクがあるのではないということで議案、議会で提案し、それは止められました。そして2度目の公募では阿久根の事業者と香港系の事業者が2社手を挙げました。阿久根の事業者は数十ページにわたる具体的な計画書、これがほぼ門前払い、無視されたからです。かたや2、3ページの香港系企業、
の具体的な内容のない提案書、これを市は採用し、香港企業と提携を結びました。果たしてこんなことでいいんでしょうか。透明性が求められます。皆様への説明責任が求められます。ありがとうございました。最後に白石さんの政策につきまして、西田さんの考えを3分間でお願いいたします。はい、私はちゃんと質問しようと思いますので、どうぞ石田さんによろしくお願いいたします。まずですね、この地場産業の支援ということは私もすごく大事な観点だなと思っています。特にですね、今のこの農業水産業を見たときに一番の悪根の課題になっているのは、何よりも後継者の育成、特に農業関係はですね、国の支援、また市の方も特別にいろいろと給付金制度を行ってますけども、農業後継者結構出てくるんですね。で、U ターン者も含めて40歳以上、あるいは50歳以上、場合によっては定年してからもされる方、こういった方も出てきているんですが、残念ながら漁業後継者というのが出てこない。これはこの何年間かいろんな給付制度も作りますけども、やはりこの漁業の難しさ、そしてまた資源のこの獲得に対する不安定さ、そういったのもあるんではないかと思っています。また合わせて近年原油高というのもありますので、それについては今市の方で、燃油の方に補助をするということをやっておりますが、やはり根本的にこの後継者の育成ということをやらないといけないというふうに思っています。そういった中で私は今回この公約の中に入れておりますけども、海里山宝の町マネージャーも活用しようと思っております。海あるいは町づくり、そしてまた山を管理する、さまざまな分野ありますけども、特に海の分野でこういった分野に長けている方、これはこの間いろんな方と知り合う中で候補者になる方がいますが、こういった方を海のマネージャーとして阿久根市に登用しようと思っております。そういった方々と連携しながら後継者の育成を具体的にやっていきたいと思っております。そういった後継者の育成というのがないと、阿久根市が港の町、魚の町って言えなくなってしまうわけですね。今後魚が取れない役目で何を起きするのか、そこを考えたときに今回やるべきは間違いなくこれが一つ大きなものだろうと思っています。そのことへのちょっとご考えをお聞きしたいと思っています。それと合わせまして、西丸自動車道の整備促進ですね。現在道の駅の整備を阿久根市全体となって取り組んでいこうとしております。これは市役所だけじゃなく議会、そして、商工会議所一体となってやろうと思っておりますが、やはりこれにはですね、かなりの時間もお金もかかります。ただおおむね30億と言われておりますけれども、現在市においては10年間で、およそ7、8年間で10億の基金を積み、そしてまた整備にあたっては国土交通省、そして他の部署についてもさまざまな補助金も使って現在考えております。やはり計画的にやっていくということを全線開通を見つめて、市が空洞化しないということ、ここからお客さんを町に引っ張ってくるということ、そのことにも全力的に取り組むということが大事だと思っておりますが、このことへの候補のご見解を伺えればと思っているところでございます。以上です。はい、ありがとうございます。それでは石井さんの発言に対しまして、白石さんの答弁をお願いいたします。具体的な質問ありがとうございました。まず漁業、農業もそうです。農業はおっしゃる通りかなり U ターンの方、私はI ターンの方でもすごく農業を頑張っていらっしゃる方をよく数人ご存じ、知っております。非常にですね、ありがたいことで、ますますこうした I ターンの方も、そして私は議会に常に言います孫ターンです、ね、孫ターンもぜひ読み込みたいと思います。漁業の後継者がなかなか育たない、確かにそうだと思います。実は日置市にですね、一人 I ターン、東京から外資系企業のマネージャーを遺体、飛び出して日置市で漁業をゼロから始められる、かなり成功されている方がいらっしゃいます。その方は中古の船を長島で買って、阿久根の造船所で、倉津の造船所できれいに、新しくされて、その船で、今日置市で頑張っておられます。そうした新しい、全くこれまで、いわゆる跡取りではない方も、日本全国に
呼びかければ、そうした方々もいらっしゃるでしょう。そうした時にネックとなるのが、さて船を変えるのか、そうした、あるいは漁業を一から学べるのか。彼は地元の方について修行をされました。そうした漁業後継者、跡取りのいない方もいらっしゃいます。そうした方の事業承継、私は漁業に限らず事業承継こそこの地域の経済を立て直す肝になると考えています。また西回り自動車道道の駅につきましては、和泉市もほぼ同じような計画を持っていらっしゃいます。私は議会で伺いました。西回り、和泉市の計画はどういったものかご存知ですか？よく把握されてないというような感じです。ところが我々民間では競合相手の施設は徹底的に研究します。そしてその競合相手にないものを自らが開発していかなければ共倒れになる可能性もあります。私は泉とアクネ、そのないものを保管することで共存ができると思います。30億とおっしゃいましたが、それほど今の計画は箱物、かなり大きな箱物です。そしてその計画には運営候補者の関与がございません。運営候補者に加わっていただきたい、そして規模を見直していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。続きまして、竹原さんの政策に関しまして中面さんの考えをお願いいたします。さっきと一緒です。今の発言に対しまして竹原さんの答弁をお願いいたします。あ、さっきと同じということでした。はい、わかりました。それでは竹原さんの政策に対しまして石浦さんの考えをお願いいたします。はい、では候補者に対してご質問させていただきます。今回子育てに対してすごく確固したまちづくりを進めていこうということで、お話をされております。よくお話出てきますこの兵庫県明石市のお話でございます。確かに素晴らしい取り組みをされている市長さんで、3期されて、まあ、今回、まあ、優待されるということが報道等でも出ております。兵庫県明石市はですね、確かに人口は増えているという状況です。ただこれもよくよく調べてみるとですね、社会像、いわゆる予想からの流入が増えている。で、自然像にはなっていないんですね。自然像ではなくて、ここは実は自然源なんです。で、この位置的な話をすると、お隣に神戸市という大変大きな町でございます。まあ、そことの比較がどうしても出てくるものですから、ここはうまくそういったところを使っていらっしゃるんだなというのを感じています。もちろんそこから人口をですね、引き込むというのは非常に大きな手腕ですし、これについてはやはり学ぶべきことは多いと思っています。現在私も阿久根市においても子育て支援には十分いろんなことを配慮してやろうと思っておりますが、今回公約の中に掲げておりますのは子どもの保育料、これについて今までは3歳かなについてはお金をいただいておりましたけども、これを無償化しようということも考えております。財源としてはふるさと納税の分を当てていこうというふうに思っております。まあ、これによってですね、いかに人口減に歯止めをかけられるかというのはなかなか難しいところです。で、実際兵庫県の明石市のやり方というのは確かに他から見ると大変目立ったやり方をしております。で、ただ予算の配分ということでこのことを考えるのであれば、その分他にもやらないといけない事業をある程度削った中でやっているという側面もあるのではないかと思っております。例えば雇用の問題、あるいは福祉、そしてまたその他高齢者の問題、そういったところをですね、いかにカバーしていくのか、つまりこっちを伸ばせばこっちは減る、そういったところがなかなか難しいんですけども、うまく全体的に伸ばしていくということも、これもまた行政として必要なことだと考えています。まあ、そういった中で、この今の時代どうしてもですね、短距離走で結果が出てしまうやり方というのを住民の方々が大変望むという嫌いもあります。
ですけども、これを考えたときに中長期的にそれが本当に正しいのかどうか、もちろんいろんな考え方がありますから、それがいいあるいは悪いということではありませんが、やはりバランスを見て今後いろんな施策を進めないといけないと思っております。まあ、そういった中で、候補者の方が明石市の方を参考にするとおっしゃっておりますので、それについて改めて、ご見解をお伺いしたいと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それではただいまの西井田さんの発言に対しまして、竹原さんの答弁をお願いいたします。明石市の自然道路、出生率は 1.5 から 1.7 に出生が増えております。流入によるものだけではございません。そもそも全ての物事、そしてお金、皆さんの仕事に価値を与えるのは人です。人がいなければ作ったものを消費してもらえない。そして今、社会はバラバラになっています。お年寄りに対しても何千万持ってなきゃいけないみたいな、若者からに与えるのではなくて、自分たちが握っていこうというふうな風潮も国やメディア、その社会から作られている。これをですね、転換しなきゃいけない。それを引き受けてくれるのが子供たちなんです。子供を応援し、増えていく。そうすると私たちの働きがいもある、やりがいもある。仕事が先じゃないんですよ。人なんですよ。ね。その思いが大人をまた心をつなぐ力になる。それによって幸せな悪霊になる。悪霊に行ったら幸せだよと思えるようになる。さらに悪霊の信仰が増える。幸せな人が増える。生きがいのある人生を送ることができる。これを目指さないで他に何をやるか。これだけが大事だと私は思います。はい、ありがとうございました。続きまして、竹原さんの政策につきまして、白石さんのお考えをお願いいたします。はい。明石市、私は95年、阪神大震災の時、大阪のホテルで働いておりましたので、その直後に神戸や明石市も訪れました。大変悲惨な状況でしたが、よくぞ復活をされたと感慨深く最近では拝見しております。確かに人口減少はかなりその止めることは難しいと思います。ただしそのスピードを緩やかにすることは可能でしょう。明石市は大阪まで40分弱のベッドタウンです。そういったこともあって社会像が増えているという西井田市長のお話もございましたが、アクネがそのベッドタウン、大阪のベッドタウンでは明石市のようにはアクネはなかなか難しいと思いますが、泉や仙台のベッドタウンにはなりうると思います。北薩で子育てをするならアクネだと、そういう子育て世代に選ばれる町にこの悪霊をしなければならないと考えています。積極的な子育て支援、そして私は教育もです。仙台や泉よりも悪霊で教育を受けさせたいとお父さんお母さんが思えるような教育。私は特に今の悪霊市の教育も素晴らしいんですよ。あと私は地域でハンデと思われがちな外国語教育やデジタル化教育、プログラミング、こうしたことこそ、これらもですね、都会や外国の子どもたちに負けない、子どもたちが自信を持ってこれから都会や海外に出ていく、そのための資質を個人個人の得意、不得意、得意なものを伸ばしてあげる。そうした教育によって、アクネの教育は素晴らしい。泉、仙台で産業では負けますけれども、そこで働かれている方々が子育てするなら、住むならアクネ、子供の教育ならアクネ、そうしたことが必要だと思います。そして、アクネが幸せな人、アクネで幸せな人を増やしたいとおっしゃいました。私は、じゃあどうやって測るのか。私は市民満足度調査を行うべきだと思っています。
それがなければ見える化、どのようにして幸せなを感じていらっしゃるのかが測ることができません。そうしたことを行いたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。それではただいまの白石さんの発言に対しまして、竹石さんのお考えをお願いいたします。はい、おおむね合意いただけたような、同意いただけたような気がするんですけれども、まあ、こと教育についてはですね、この国の在り方というのは非常に問題があると私は思っております。競争する、ね、テスト入試ゲームに勝つ、一生競争していかなきゃいけないという、それに勝つような人間を育てる、もう発想の根幹がそもそも間違っております。人のために働くことを自分自身の喜びにする、これ実は当たり前のことなんですよね。相手に勝つことを目指すような教育自体が間違っている。そしてその あり方っていうのは大人世代、私たちも間違ったことを教えられたからこんな風になってきているんですよね。そもそも日本の教育やは兵隊とか、あるいは労働者を作るための集団教育、そういう方向でしかやられてこなかったと私は感じております。これは変えなきゃいけない。で、実際日本はですね、世界一、OECD の中で世界一子どもの自殺率が高い、不幸なんですよ。この不幸な状態では発展は望めません。何かを追い求め続けて誰かに勝ち続けなきゃいけないというこの状態を、そして比べられる、これも良くないです。幸せの度まで比べる、測る、そういうことではなくて、貧しい、惨めな、苦しい、そういう人たちが一人、そういう子供たちが一人もいないような状況にすることだけが大切なことであって、比較したり競争させたりすることは望ましいことではないと思います。はい、ありがとうございました。続きまして、中面さんの政策に関しまして、西浦さんのお考えをお願いいたします。はい、それでは、まあ、今回私が最初ということですけど、その後質問ちゃんとあることを期待しておりますが、まずじゃあ高校生に対してちょっとお伺いしたいのが、ふるさと納税の拡充を挙げていらっしゃいます。今回ですね、この実施財源の確保といろいろと伺っていらっしゃるんですけども、現在、東部ではですね、昨年がおおよそですね、2億を少し超えるぐらい、2億2700万円ほどのふるさと納税を集めているんですね。で、直近の額で言いますと、昨日時点で2億1300万をちょっと超えるぐらいの額なので、まあ、ほぼ去年の額ぐらいに今、追いついているという状況です。これ昨年の統計ついてみたら約 1.7 倍程度ということなんですけども、まあ、現時点の見込みではこれを今3億8000万くらいと見込んでおります。まあ、補正予算で今回計上しましたのは約4億円ということを言ってるんですけども、まあ、ここまでやるっていうのもなかなか大変なんですね。でその中で市としても決して、ただただお願いするということで、してきてるわけではなくて、ポータルサイトの方も活用しながらやってきております。まあ、令和3年度にはフルナビであったり au pay のふるさと納税で、令和4年度になりまして JAL、ANA、そして、ふるさとプレミアム、瀬戸のふるさと納税、三越の伊勢丹ふるさと納税、まあ、こういったものを着実にですね、入れ込みながら現在増やしてきている状況です。具体的にこういったものを作っていくというのは大変なんですけども、合わせてですね、やはり出店する方々の意気込み、これが現れてくるものと思っております。新年度からですね、新たな係を作りまして、去年ですね、からやっておりますけども、こちらの職員の方が直接農家あるいは生産者、こういったところに出向いていって新商品の開発っていうのを足しげく行ってきております。まあ、そういった中で、市としてもふるさと納税を伸ばそうということをやっております。今我々としてはこういったことを一生懸命やりながら少しでも自主財源の確保に努めているところでございますけども、候補者がじゃあどういったことを考えてこれからやろうとしているのか、そしてまた具体的に伸ばしていく額はいくらぐらい目標しているのか、今私が着目しているのはスターゼングループが行っているこの肉の生産、これをもう少し引き込めたらなというところで具体的に交渉をしているところでございます。他にも何かお考えがあって、個別具体にどれぐらいの数字を目標にして
そしてまたどれぐらいの品数を揃えて、このふるさと納税に拡充に取り組んでいこうと思っているのか、そこら辺のご意見をお聞かせ願えれば幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ただいまの西井田さんの考えに関しまして、中澤さんの答弁をお願いいたします。まあ、財源がなければですね、いろんな事業ができないわけです。もう国も1,200〜1,300兆円ですね、地方債まで含めて、地方に回ってくる交税も分かりません。そういう中で、このふるさと交税についてはですね、本当に拡充すべきだと私はふうに思っています。今の西田氏の方からありましたけれども、令和2年度のですね、結果が県内でも大崎町は49億ですよ、南佐世保市は43億、阿久根市は2億1千万いかないぐらい、南佐世保市も阿久根市も、まあ、いわば返礼品で納税は決まってくるんですね。そのリピーター、その私はこのやり方がおかしいというふうに思っております。返礼品は南薩摩市に負けないぐらいありますよ。肉も魚も農産物も、その返礼品やば、私はですね、市の職員も専属でですね、そしてあと返礼品業者等がですね、組織を組んでいろんな返礼品の研究開発をしていくべきだというふうに思っております。この取り組みによって相当この納税額がですね、私は違っていくと思っていますよ。私はまだまだ今の状況ではですね、勢いが足らないというふうに思っております。私はこの負担納税をですね、一生懸命やって基金を揃って、国民年金暮らしの高齢者のですね、生活に困っている人たちを支援していきたいと、基金を募ってですね、財源がなければ何もできないわけです。このふるさと納税はですね、本当に返礼品で決まってくるわけですから、もう少しですね、私は拡充していくべきだというふうに思っておりますのでですね、私はその辺あたりを私が首長になればですね、変えていきたいというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、中面さんの政策につきまして、白石さんの考えをお願いいたします。はい、私もふるさと納税制度の拡充に反対するものではありません。もちろん、もっともっとこう売るべきだと考えています。ただ、こういう考え方もあるんですね。本来ビジネスというのは、このふるさと納税のように自治体の支援、宣伝や配送料負担などがなくても、本来はビジネスは自ら稼ぎ、自ら生き残る道を見出す、皆さんもすでにそれをされていると、もう当然です。ですから国や自治体の制度にあまり守られすぎているとですね、まあ、それに頼ってしまって自らマーケティングや営業活動、販路改革がおろそかになる嫌いがあるのではないかなという指摘もございます。いつか国はこの制度をやめる時が来るとも言われています。ふるさと納税は大いに活用すべきですが、本来のビジネスの自立、自走できる姿を行政が民間を育てることも大事だと思いますが、それについてご意見を聞かせてください。2つ目の空洞化対策、市街地ですね。私が先ほど申した休校や青果市場跡地の活用を議会でも提案してまいりました。また阿久根高校跡地でもサッカーなどのスポーツ合宿施設として整備すべきではないということも議会で申し上げてきました。休校周辺にはマリーナや飲食店、魚のマーケット、そして背後にある戸柱公園です。こちらも一体として阿久根の市街地の核となりうる場所だと思っています。
ここに阿久根の歴史が詰まっています。阿久根の文化があります。ここを生かさずして阿久根の復活はありえません。私は急行から約100メートルほどのところで生まれ育ちました。潮の匂い、漁船の汽笛を聞いて育ちました。この地域の再興に私はかけたいと思います。このようなお考えについて改めて中津良候補の動きを賜ろうと思います。はい、ありがとうございました。それではただいまの白石さんのお考えに関しまして中津良さんのご意見をお願いいたします。まずふるさと納税についてでございますけども、ふるさと納税を拡充することによってですね、返礼品業者の活性化につながるわけですよね。だから国がこの制度を打ち切ってもですね、いいものを返礼品として揃えればですね、国が打ち切ってもずっと続いていくわけですよ。これはもう産業の地場産業の活性化につながるわけです。そしてあと中心市街地の風土化防止についてですけれども、今阿久根では西回りの大川のインターにサービスエリアを作って、そこに30区の道の駅を作ろうとしておりますけれども、そこに30億ぐらいをかけようとしておりますけれども、私は中心市街地にですね、中央青果市場跡地、そしてあと休耕エリアですね、休耕のエリアをその町のにぎわい作りを取り組もうというふうに思っております。やはり阿久根は海の町と言われておりますから、今地域を保守協力隊の方も管理とかいろいろ研究しておりますけれども、私は釣り堀等をですね作って子どもたちがのリピーターを増やして、そして中央青果市場あたりにですね、あまりお金をかけなくてですね、阿久根のその温泉の宣伝を利用して、足湯を作って、その周りにブーストを作ってですね、ちっちゃな飲食店街を作って、そしてリピーターを増やして交流人口を増やす政策に取り組むことによってですね、町の賑わい作りができてくるんじゃないかというふうに思っておりますので、これやはり早急にですね、考えていかなければならないというふうに思っております。はい、ありがとうございました。それでは最後に中津良さんの政策につきまして竹原さんの考えをお願いいたします。はい、ふるさと納税の件なんですけども、これはですね、よそに行った、他に行った私たちのその子供たちやら、あるいは私たちが自分の町に払う税金、納める税金を阿久根に送ると、そしてその時に見返りに何かしかのものをもらう、これってどうなんでしょうね。それをまた阿久根市民が当てにする、これ精神的にどうなんだなって私は思うんですよ。この今受け取って送られているそのふるさと納税のお金ぐらいのことはですね、無駄遣いやめれば出るぐらいの話なんですよ。どうもそのこの精神性というのはやっぱりね、私たちがみんな考え直さなきゃいけないと思いますよ。お金をもらえば済むとかね、うちが商品が売れればいいとかいう、この発想の寂しさにはちょっと私は悲しくてしょうがないです。いかがでしょうか。今の竹原さんの発言に対しまして中津さんのご意見をお願いします。商品がいわば特産品が売れるということは、いわば阿久根市のそういう産業の活性化につながるわけですから、それがないと地場産業はどうしていくんですか。ふるさと納税を拡充することによってですね、その特産品が売れるわけだから、その特産品のいわば企業はですね、潤っていくわけですよね。
だからその竹原氏の考え方というのはちょっと分かりませんけども、いいものをいわば要求して返礼品を送るということですから、別にその返礼納税をした方がですね、まあ困るわけでもないし、返礼するいわば納税することによって悪念も自主財源が確保できるわけですから、そして企業も潤うわけですから、私はこれはもう一番いい方法だというふうに思っております。誰がお金をくれますか。はい、ありがとうございました。それでは最後に、西平さんの政策につきまして白石さんの考えをお願いいたします。はい、西平候補者のご説明の中で、まあ、循環型の町を作りたい、産地消エネルギーのことをおっしゃいました。実はここ数日、2、3日前でしたけどね、私はちょっと気になっていたことがありまして、行政無線でですね、今太陽光発電のパネル設置をの説明がなされました。民間会社が国の補助金を使ってやっている、市はお金は出していないとおっしゃってました。一切お金は出していないというふうにおっしゃっていたかと思いますが、こちらに阿久根市は1000万円出資しています。しかも議会の議決が必要としない、まあ、先決という形でやられたわけで、この事業に阿久根市がお金を出していないというのは事実と異なるのではないですか。そうしたことを行政無線で、まあ、市民に説明されることは私は問題ではないかなと思っています。そして観光を推し進めたい、これは私も全く同意同感です。私が申したように観光は阿久根の基盤産業の一つとなるべきだと考えています。板書が丘のキャンプ整備もおっしゃいました。ただ今その板書が丘のキャンプサイトからきれいな朝日が昇る紫尾山の方面を見ますと、眼下に太陽光パネルが敷き詰められることになる、その課題ですね、屋根を今すでに作られています。これは景観を大きく毀損するんじゃないかと多くの市民の方から懸念や反対の声があります。こうしたこともこれは議会で具体的には審議がなされていない、つまり民間の金だから議会で、は、まあ、議決する必要はないわけですね。そうしたなんかこの長期政権の歪みといいましょうか、やや目標は私は悪くないと思っています。ただやり方が少し乱暴、市民に対しての説明責任、透明性が欠けているのではないか。先ほどの旧国民宿舎跡地の問題でも同じです。もう少し丁寧に市民に説明し、市民が潤うようなことが必要だと思います。ご意見をお願いします。はい、ありがとうございました。それではただいまの白石さんの発言に対しまして、西田さんの答弁をお願いいたします。はい、ではお答えさせていただきます。今市役所本庁舎がある板書沢公園に太陽光発電を作り、そしてまたこの隣にですね、大型の蓄電池の方を設置をして現在事業を行っております。これは環境省のお金を使いまして総事業費10億を超えるぐらいのお金を行っておりますけれども、おおむね7割を環境省からいただいております。そして残りを負担するということになっておりますが、トラストバンクという会社の方からオファーがあったところでございました。で、地元にトラストバンクアクネという会社を作りまして、そちらの方でその残りの分を考えていこうということでございます。市において、1000万円の企業版ふるさと納税を受けてそれを使って支援をしているということもありますけれども、
まあ、そこから考えてもですね、市としての負担は正直やっていないというところでもございます。まあ、これを先決処分でやったのが不適切ではないかという話もありましたけれども、3月の31日が期限の年度末なんですね。その時に1000万円振り込まれてくる。そしてまたそれをどのようにして使うかとなると、やはり目的別に使わないといけないというのが、これが企業版ふるさと納税の取り扱いなんです。そうした時に、じゃあその相手方の目的は再生可能エネルギーの普及等について使ってほしいというような話だったので、となるとこういったことに当てざるを得ないと。でなければ、この寄付は受けられないということになってしまうわけです。阿久根市にせっかくいただけるもの、これをですね、しっかりと生かさないといけない。そういったことから、そのような取り扱いをやらなくちゃいけないでした。またこれは先決処分という行い方をしましたけども、当然ながら議会に諮った案件でございます。議会の方にも諮りまして、議会の方でも議決をいただいております。まあ、ですので、違法性があるとか、そういったことは全くないものと理解しております。この分はですね、間違いなく市民の皆様方に大きな利益をもたらすものと考えております。災害があったときに、この発電所があるおかげで、地元のこの近辺のエネルギーは十分賄えます。そして、避難所となるこの地域のエネルギーも電気力として供給する。あるいはスマホの充電もできる。そういったところも使えることになっています。まあ、ですので、決してこれが市民の皆様方のためにならないということはなく、申し上げておりますように、阿久根市から一般財源等を活用してこれに使ったということは全くないわけです。まあ、ですので、そういったことを皆さん方にもご理解いただきたいと思っております。また景観の話が少し出ましたけれども、当然太陽光発電を設置しますと、太陽光の方がですね、広がります。まあ、でも、これは今駐車場に使っているということで、例えば雨よけになったり、あるいは夏場に駐車する際には車が熱くならないようになるという側面もございます。まあ、ですので、そういったことも踏まえた中で、住民の皆様方に最大限活用してもらえればありがたいと思っているところです。以上でございます。ありがとうございます。続きまして、西浦さんの政策につきまして、竹原さんの考えをお願いいたします。はい。最も推進した政策について、観光まちづくり戦略を軸として、稼ぐことに主体を置いた観光行政を進めますと、こういうふうになっておりますけれども、この稼ぐ、大体行政がですね、物事をやって、投資したのに見合うだけの、収入を得られる事業ってほとんどないんですよね。やりっぱなしっていうのが役所のやるその商売ですよ。これが稼ぐっていうのはあり得るのかって。例えばですよ、阿久根市のこの計画、万寿川公園オードキャンプ場に、設計に150万円、整備費は3000万円、そして年間維持費の推計はやってない。これが議会での財政課長の答えなんですよ。収益、維持費も計算せずに稼ぐのなんのって一体何の話をしてるんだろう。何も全てがこの調子ですよ。うまくいくわけがないんですよ。稼ぐ仕事なんか役所がやったって。成功して、そもそも稼ぐという精神性がね、どうかと思いますよ。ね、来ていただいた方が喜んでもらえるという、そういう、ね、住民も幸せになると、そういう発想でいかないきゃいけないのに、どうもね、浅ましいんじゃないかなと私は感じて、しょうがないんですよ。だからでしょう。はい、ありがとうございます。ただいまの竹原さんの発言に対しまして、西浦さんの答弁をお願いいたします。はい、貴重なご質問、本当にありがとうございます。この稼ぐという話ですね、これはですね、別に行政が稼ぐということじゃないんですよ。やはり民間が稼ぐということを、いかに官民一体となってやるかということを私は大事に思っています。先ほど最初の方でも申し上げましたけども、間違いなく人口減少によって地元で減るお金というのがあります。それをどのように計算していくのか。現在、観光振興に強いゆかりのある方にもお話を伺いながら、この観光まちづくり戦略にはアドバイザーとしても入ってもらうこととしております。まあ、具体的に阿久根市が、では入れ込み客数で何人、あるいは泊まれる客数が何人、そして一日過ごせる方が何人、そういったものをしっかり把握していく中で、じゃあその分をどのようにしてカバーしていくのか。これをですね、行政がやるっていうことは確かにおっしゃる通りできないんですよ。ですけれども、
その付加価値をつけていくということを共同でやっていくということは可能だと思っています。で、例えば今久留米市では伊勢海老祭り、海丼祭り、こちらの方が非常に定着してまいりました。これに合わせて昨年の冬からですね、試験的に花鶴和牛を使ったレストランのイベントをやっておりますが、この冬またこれをやろうと思っています。牛肉を使った祭りというのは年中使えますので、ある意味飲食店で使う額というのがもう少し底上げできるんですね。あるいは今ボンタンプロジェクトという方々がいらっしゃって、この方々がさまざまなことを取り組もうとしております。私個人的にサウナが大好きなんですけども、この方々が取り組んでいる中で、ボンタンクラフトコーラ、これがボンタンサウナと連動してやれるということを取り組んでいらっしゃいます。これ実際体験したんですけど、いろんな方に話を聞いたら、私4000円払ってもいい、5000円払っても体験に行きたい、まあ、こんな方がやっぱりいらっしゃるわけですよ。そうするとこういった方々を何人呼び込めるか、そういったことをですね、地元の資源を活用しながらやっていく。そしてまた現在久留米市にはさまざまな観光資源があります。地域にやはり滞在してもらうということが大事だと思っています。で、この間寺島宗則邸の旧家の保存プロジェクトもやったり、あるいは民間の方がやられますけども、大野湾というそうめん流しが復活したり、そういったものが確実に出来上がってきていますので、そういった収入をしながら、そしてまた一番の候補者もおっしゃっておりましたけども、地域外の、自治体とも連携してこの地域にとどまっていただく、それを数値目標として掲げる中で民間と協働する、そしてまたこれをデータとして取っていく上でアプリを活用してその裏付けを取る、そういった中でですね、稼げる町っていうのを作っていく必要があると思っています。これは町が稼ぐという全体の話であって、決して行政が稼ぐということではございません。ですので、そういった意味でも民間と共同で今後もやっていきたいという思いを持っているところでございます。以上であります。はい、ありがとうございました。それでは最後に、西井田さんの政策につきまして、中津田さんの考えをお願いいたします。私はですね、今の市政の前からですけれども、阿久根市はですね、いろんな事業で中途半端だというふうに思っております。万松が公園だっても、あんなにいいところをですね、ああいう状態じゃないですか。例えば、農業行政をですね、例にとれば、例えば、基盤整備を行って、そこにどんな作物を作って、どういう流通で、稼ぐか、生産者が安定した所得を得られるか、そこまで考えてですね、事業を始めるべきだと私はいうふうに思っております。私は国が、こういう事業やりませんかって手を挙げて、その時ばかり、後につながっていってない。でしょ？だから、今、確かに、観光基準にして、町づくりをしなければならないというのは私も分かっておりますけれども、やはりここに今稼ぐと言ってありますけれども、ずっとそういうふうにこういう事業を起こして稼いで、しっかりとその事業者が安定した収入が得られるか、その辺のあたりまで説明してください。ありがとうございます。ただいまの中津田さんの発言に対しまして、西井田さんの答弁をお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。当初真ん中の2人は多分質問されないのかなと思ったんですけども、私に質問いただけるみたいなので本当にありがとうございます。今ですね、基盤整備の話もございました。特に農業というのはさまざまな事業を使って基盤整備をしていかないとなかなか難しいというところでございます。今市においてもこういった補助事業については積極的に活用するという方向で取り組んでおりますけども、この基盤整備にあたってはですね、やはり作り手側の在り方、これも大事だと思っています。先ほど来申し上げておりますように、農家あってのこの農業だと、まずはこの農業の担い手の確保ということに全力を挙げないといけない、それがまず大事であります。だからといって、基盤作物をないがしろしろということでは全くないんですよ。この方々がこの地域の中で何を求めて、ここで農業をしようとしているのか、また農家の方々にあってはですね、これ私も若い頃に農業青年クラブ、もちろん今も入ってますけども、農業青年クラブで活動しているときに、やはりちょっと見栄えがいい方向に行きたいっていうのが少しあるんですね。でもその当時の農業改良普及所の先生方に言われたのは、
やはり地道に稼ぐということ、このことを大事にしないといけないということを言われました。今この年になってやはりそれが大事だなと思っています。現在阿久根市では特に霧の地区での柑橘、これはものすごく元気があります。この地域ですね、7億円の売り上げを上げるということで目標にもう結構盛んに頑張っていらっしゃいます。ここは本当にですね、後継者が多いです。大間崎であったり紅山熱、こういった基幹のものができておりますので、そこをぜひともですね、やはり阿久根市の農業のやはり真ん中に据えないといけないなというふうに思っています。またそれ以外の部分についてもさまざまな農業の分野がありますので、これをしっかりと支援していくことが大事だと思っています。阿久根市はこれから先もこの食料に関して非常に大事な位置づけにあると考えています。現在飼料の高騰、あるいは肥料価格、そしてその他さまざまな燃料の高騰等ありますけれども、こういう一次産業に従事する方々をいかに守っていくか、そしてこの方々がいかに継続的に農業ができるようになるか、そのことを第一に考えて市がやることは必要だと思います。あくまでも支援をしていくということ、この方々がどういった方向でどういったものを作りたいのか、そしてそれを例えば JA であったり、あるいは個別で売る方々、場合によっては今取り組んでいるふるさと納税、こういったものも活用して多目的に販売していくということを考えないといけないと思っています。そのためにも市としていろんな知恵を出しながら、こういった方々を支援していくことを大事に考えて、私は進めていくということを元に考えているところでございます。以上であります。はい、ありがとうございました。以上で政策に対する討論が終了いたしました。立候補予定者の皆様、お疲れ様でした。それではですね、これよりご来庁の皆様より立候補予定者の皆様に聞いてみたいことなどを質問をしていただきたいと思います。質問の前にご来庁の皆様に注意点を説明いたします。今回の質問に関しましては、立候補予定者の皆様に偏りや不公平がないように公平性を保って運営したいと存じます。皆様からのご質問は、各立候補予定者の皆様が順番で質問に対しまして3分間で答弁をする形を取らさせていただきます。立候補予定者個人に対しての質問やご指名は一切なさらぬようにご協力をお願いいたします。先ほどと同様に制限時間を1分前、30秒前にボードを、そして制限時間に達しますと終了のベルを鳴らさせていただきます。質問に対しての答弁は、私の一番近い席の順番で白石さん、竹原さん、中津さん、西田さんの順番でお願いいたします。それではご来場の皆様の中でご質問があられる方いらっしゃいますでしょうか。すみません、答弁の時間は3分間ですか。はい、3分間でございます。はい、すみません、今3人挙げてらっしゃいますので、じゃあ、前の方から、眼鏡の方でお願いします。4名の候補者のこれから市長選へ向けての意気込みを知りたいので、そのための覚悟というか、そういうのをちょっと知りたいわけですから。それでですね、いいですか？そのためにですね、今、現在、市長選に臨むにあたり、もし、当選、例えば落選したときに、今まで市会議員の方もおられますので、もし落選した場合ですね、市長、来年の4月 の、 市議選に臨むか、市長選に落ちても市議選があるからいいっていう考えなのか、もう 100% この市長選に臨むっていう意気込みなのか、それをお聞きしたいんですが、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。実はですね、このプログラムの中で最後に決意表明の時間があるんですよ。で、もしよければ決意表明の時間もまだ別にありますので、他の質問ももしよかったらできますけど。わかりました。はい、ですね、
は各候補者の方が市長になられたときに、今鳥インフルエンザでちょっと大変な状況になってます。もし自分が市長になったときに、その悪根が鳥インフルエンザになった場合ですね、どういう取り組みをするか、具体的に3分間でお答えください。はい、ありがとうございます。ただいまご質問がありました、鳥インフルエンザに対しての対策というところで、各立候補者の方から答弁をいただきたいと思います。それでは白石さん、お願いいたします。はい、これは専門家がいらっしゃいます。専門家の私どもの勉強をさせていただきたいぐらいなんですけど、もちろん鳥インフルエンザが発生した際には、県そして国の指導のもとに、自衛隊も泉の場合は要請をしました。それぐらい本当にもう毎日毎日夜遅くまで大変な人海戦術が必要になってくると思います。そこは本当に市として市長として協力できることは可能な限り市を挙げて協力すべきだと思います。で、私はその前にですね、実はこの鳥インフルエンザ、鹿児島県内では泉でのみ今発生ですが、しかも泉に集中している。一つに言われるのは、鶴の渡来と関係があるので、鶴に混じってさまざまな野鳥も来ております。鶴のその一箇所に集中している、それを分散させなければいけないというようなこともございます。また野生の鳥に餌付けをされるということでの批判をされる方もいらっしゃると思います。かつてアクネが鶴の渡来地でした。そういったことも、もちろん鶴の渡来は観光に結びつきますので、私としては歓迎なんですけれども、そうした鶴の渡来、そこに野生の野鳥がやってくる、そうしたところから感染のメカニズムを突き止めて、その対策をしていかなければ毎年発生するようなことになりやしないということを懸念しております。はい、ありがとうございました。それでは竹原さん、お願いいたします。はい、インフルエンザそのものの、その病気蔓延広がったり、それについてはですね、現役的な面から国や県の指導があったりすると思います。それで悪ネシとして考えなきゃいけないのは、それに関わった人々 その暮らしですよね。それを支えることを重点にしていくべきだと私は思います。はい、ありがとうございます。それでは中津さん、お願いいたします。そうですね、泉、今拡大をしておりますけれども、もう相当観光面にもですね、影響があるということで、本当に深刻に考えなければいけないなというふうに思っております。当然感染拡大を広げないということと、そのためにはしっかりと消毒を行うということとですね、そしてまた感染が起きた、農業に対してもですね、やはり、生活支援等とかですね、やっぱりそこまで自立してやっぱり考えてやらなくてはならないのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。それでは西井田さん、お願いいたします。はい、お答えさせていただきます。私も家業は養鶏業でございますし、阿久根市内の農場がある会社でございますので、これはもう本当に心配がになるものもない状況です。昨日出た県からですね、3キロ圏内に入ったということで、実はうちの農場も3日間出荷停止という状況に今入っております。この中でですね、最初から泉市の市長とも話して懸念してたのは、この冬にですね、1年前の冬にヨーロッパで5000羽を超える、いわゆる大量死があったと、それが鹿児島とかこういったところで起きないかっていうのを懸念してたんですけども、残念ながらそういう状況が今泉の鶴の状態で起こっています。
実はですね、これ鶴はもちろん弱いんですけども、一番僕懸念しているのはカモなんですね。カモはこのインフルエンザには実は効かないんですよ。インフルエンザを補菌した状態で飛んでして、元気なままで、例えばそこで糞をする、あるいはいろんなものを落とすと、それが広がっていく。それをついばんだ鶴が引っかかる。そしてまたそれがいろんなところで出ると、養鶏場にも飛散するということになっています。今言われておりますのは、昔は小動物が入って込んできて、農場の中に来て、それが移ったという話もされてますけども、実際もこれ間違いなく空気感染の可能性が高いです。それぐらい蔓延している状況にあるというふうに思っています。これをもう具体的に止める方策というのは、もうこまめに農場を消毒するしかないと。もうそれ以外にはありえないというふうに思います。ただ、速報する、初動でいかに封じ込めるかということを全力を行わないといけませんので、今、県友会の方々とも協定を結びながら、車両の消毒等を行っていただいておりますが、自衛隊であったり県、こういったところとも連携し、沿線自治体とも、関連のですね、自治体とも、しっかりとやって防御体制を作るということが何よりも肝要です。そしてこれ一番怖いのは、大きな影響が出るということです。まあ、具体的には今、丸井の方では、約280万羽ぐらいの採卵系、これは卵ですけども、いますけども、もうすでに80万羽から90万羽ぐらい殺処分になるということがもう見込まれています。まあ、そうなると、その分の卵が減るということになるんですが、実はこれ卵が減るだけじゃなくて、そこに関わる様々な部分に大きな影響が出ます。例えばこの卵を運んでいた流通関係、そしてまたそこで働く人、それから先に吹き込む、そこから先に伸びる様々な分野に影響が出るのが確実です。しかもこれが回復するには相当な時間がかかります。鳥は残念ながら機械が壊れたから入れ替えたといってすぐに動くわけではありません。5ヶ月ぐらいかかります。でもその鳥を供給する体制も目一杯の状態で回してますので、それが回復するのにさらに時間がかかる。そうなると、この地域での経済というのはすごく大きな影響を受けますので、それに対応していく対応策を関連自治体と、そしてまた国とも協議してやっていくことが大事だと思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。こちらの早かったので、オレンジ色の上着の方、お願いいたします。それでは質問いたします。新しいの基幹産業である第一産業、農業、漁業ですけれども、漁業についてお話をいたします。この地域の漁業の水揚げ高は、数十年前の最盛期と比べて、まあ、発揮した数字は覚えてませんが、5分の1がとても少なくなっています。そのことについての、まあ、お考え、先ほどの白石候補者と西田候補者、は、まあその後継者についてはいろいろありましたけれども、その、この低迷しているこの水揚げについての認識、これをなぜこういうふうになっているかということを、まず第一点、それに対するその、なんか自分の、政策ありましたら、あとお願いします。その2点ですね。それと、もう一つ、これは全く違うんですけど、文化というものの認識、この自然に対する文化というものがどのようなものか、皆さん方、どんなことがありません、一言いいです。言っていただいて、それをどのように行政に反映していくかをお聞きしたい。この3点をお願いします、協議。はい、それではご質問いただきました点ですね、水揚げ量と政策、そしてあと文化という面につきまして、お答えいただきたいと思います。水揚げ量の、まあ、現状、その水揚げ量が。はい、どうするかの政策、それからどうするか。それではよろしいでしょうか。続きましては、今回は私から遠い方から順番にお答えいただきたいと思いますので、最初に西谷さんお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。やはり基幹産業のこの水産業、この低迷というのは大きな影響を及ぼしていると私も考えています。まあ、今ご質問にありました、この水産業に対するまず1点目の原因ということでありますけれども、まあ、様々な環境要因もあると思っています。まあ、近年よく言われております、熱帯化してきているということから、当時イワシがたくさん上がってて潤ってた町、この魚の回遊の仕方が変わってきているというのも大きな原因ではないかと思っています。今質問者の方からありましたのは、
まあ、どれくらいの額か覚えてないという話でしたけども、私が記憶している限りでは90年前後の水揚げ高がおよそ72億円くらいじゃなかったかなと。そして今20億円前後で推移しておりますので、まあ、約4分の1をちょっと切るぐらいの状況だと思っています。でこの状況は非常に憂うべき状況だと私も考えておりまして、まずはこの原因についてはさまざまな環境要因があるのではないかと思っています。じゃあこれをいかにして、支援していくか、ま、もしくは盛り上げていくかということですけども、最近ではですね、やはりこのキビナゴすら取れなくなりつつあるという現状があるということを皆さんご存知でしょうか。まあ、この原因が少しわからないということもあるんですね。まあ、ですので、これをいかに売っていくかというと、やはり物を高く売る、付加価値をつけて売るということしか今打算的なやり方はないのかなというふうに私は考えています。まあ、そういった中で、アクネの食で価値を高める、あるいは加工して、都会の方に行って、外貨を稼ぐ、こういったことを支援できればなと思っております。そして次に文化のお話でございました。阿久根市はですね、私は素晴らしい文化があると感じております。その一つが、私は今年50歳になる年ですけども、花の50歳組という文化です。これはなった人間にしかわからないとよく先輩方から言われましたが、今回改めて素晴らしい文化だと思っておりました。まあ、残念ながら2年間これまでコロナでできなくて、今回万全の対策を講じてやったというところでございますけれども、人一人が育った町で、そして小学校を卒業して38年経って地元に戻ってくる、その率が私の時は今 55% ぐらいでしたが7割を超える、そしてそれが次の世代につながっていく、そういったことを体現できているこの町の文化というのは、私はどこにでも誇る素晴らしいものだと思っています。ですので今回私が出馬を決意した背景のところにも文章で書いておりますけれども、この文化を次に継承する、次のために、そして次へ向かって精一杯頑張る、その礎となっているのが私はこの文化だと思っています。阿久根は文化の香り高い町を目指してもっともっと取り組んでいかないといけないと思います。そういったことをこの期間の考えに入れながら私は取り組もうと思っているところです。以上でございます。はい、ありがとうございました。続きまして中津さん、お願いいたします。まずですね、水揚げが上がらないというのはですね、私は、まあ、水温の海温、水温の上昇であったり、磯がれであったりと、まあ、そういうのが原因かなというふうに思っておりますけれども、私はですね、阿久根の沖にはですね、漁村ブロック、漁村ブロックというのをですね、もうものすごくお金がかけてですね、投入してるんですよね。今これに、まあ、網なんかがかかってですね、いる状態で、私はこの漁村ブロックの中を調査を私はすべきだと思いますよ。ものすごいいい旬の魚が入ってるんじゃないかと私は思っております。だからそれは、まあ、漁法ですね、漁法の見直しを私はすべきじゃないかと。例えば沖合漁業、まあ、沿岸漁業にですね変えて、私は何億でかけてですね、阿久根の沖には桜の巣をですね、置いてあるんですよね。私はそこの調査を私はすべきだと思います。相当獣のいい魚が入ってるんじゃないかと思いますのでですね、私は漁法の見直しを私はすべきじゃないかというふうに思っています。あと文化についてでございますけれども、まあ、文化も有形であったり無形であったりありますけれどもですね、やはりこう阿久根のいい文化をやっぱ継承すべきであると思っておりますけれども、その継承する人ですね、これも難しくなってきてる、またそれにはお金もかかるし、まあ、この辺あたりもやっぱり行政が少しなりのやっぱり補助をしてやらないと続いていけないのかなというふうに最近は感じておるところでございます。はい、ありがとうございます。続きまして竹原さん、お願いいたします。はい、水揚げの減少は2つありないと思います。1つは原発です。私は計算してみたんですけども、仙台原発で、1日に1000万トンの水が冷却に使われます。それは機械の中を1秒間に8度、1000万トンですよ。それが1日に死んでいくわけですよ、中に入っているところが。
死んだ水をどんどん流して、それによって、海苔やその生き物が育たなくなっている。原発が止まった2年間でしたっけ、あの頃は復活してました。テレビの報道特集の中でこの仙台原発周辺のことが出ておりましたけれども、明らかに原発は水揚げの減少に加担しております。それともう一つ、日本の水産業はですね、オリンピック方式といって取りっぱなしなんですね。やり方が育つまで待たない、もう国がこの水産業を疲弊させるように仕向けている、私は確信しております。そこでそれに乗っかってしまって、我慢できずに取りっぱなしやるとこの状態になってくるわけです。漁業者の皆さんが手をつないでちょっと我慢しようやと、でこの引き輪、そして小さいのは取るのやめようやというようなことをしない限りこれに抵抗できないと思います。政策、国がやってることですからね。これに対する悪ねしがというよりも漁民の皆さんが手をつないでやることが大事だと思いますし、それを応援していくべきだと思います。要請は、市は。それから文化というのはおそらくその人口が増えていく過程で起こったこと、それが後々残されてきて、あの頃は良かったね、この文化があったねと言われるものであって、今の減少過程にあるものは文化とは言えないんじゃないかと私は思います。人を増やす、それしかこの立派な文化といいますかね、誇れる文化というようなものはありえないと私は考えております。はい、ありがとうございました。それでは白石さん、お願いいたします。はい、漁獲量の減少、これは、温暖化も一つでしょうし、市民産経の豊かな土壌がなかなか流れ込まなくなっている、植林、森林の問題、あるいは途中のダムの問題、石の問題等もあるのかもしれません。そうした本来の大きな原因はなかなか専門家でも今なかなか見つけづらいと思いますので、それを待ちたいと思いますが、取れない中でどうするか、先ほど西田氏の方もおっしゃいましたけれども、高く売ること、私は国内の市場は一定程度天井にも到達している部分もあるかと思いますので、海外に売ることを積極的に進めなければならないと思っています。そして、取れない中でも実は観光と結びつけられるんじゃない、アクネにグラスボート、上から見るのではなくて海中から横を見るグラスボートがございます。これをキビナゴ漁、アジの漁などの網の横から引き上げるところを見せる、イワシ、イワシもそうですね、引き上げるところを見せる、こうしたことで、取ることと同時に観光にも生かせるので、そうした創意工夫ができるのではないかと考えます。食という、その魚という意味では、アクネ、皆さんアジの小アジの南蛮漬け美味しいですよ、ね、実は私が食べた小アジの南蛮漬け、豆アジの南蛮漬け、一番美味しいなと思ったのはポルトガルの田舎のドライブインで食べたものでした。つまり南蛮漬け、向こうがオリジナルなんですよね。そうした海外との魚食文化を通じた交流もできるかと思います。そして文化、東日本大震災の1、2ヶ月後、私は陸前高田にボランティアに行きました。奇跡の一本松が登る町はもう壊滅です。そこで7月に若者たちが祭りをやりたい、私はその祭りの手伝いに行きました。町が壊滅、何もない中で我々の文化はこの祭りだという若者たちに私は感動と涙が止まりませんでした。それこそ私はその町に残る文化だ、我々が引き継ぎ
子や孫たちに引き継いでいくことこそ文化だと思います。はい、ありがとうございました。それではですね、最後にもう一方だけご質問ある方。はい、すみません、じゃあそちらお願いします。こんばんは。ですね、4人の方以外のですね、今日公開討論会を主催された代表の方でいいです。これを誰かが答弁できますか。そしたら今から言います。市民の方々、各立候補予定者の答弁に対するそれぞれの考え方、または進むべき未来像について候補者の意見を真剣に学ぶ場としてお越しされていると考えます。どの候補者に一票を投じたらよいか、市民の中には迷われ、また顔を拝見されたことがない方もいらっしゃると思います。それゆえに、アクリスの将来を考え、4人の候補者の意見を聞く絶好の機会の公園討論会だと考えますが、市内全域に防災無線で流されなかった理由を本日の主催者、アクリスの青年会議所、中村総さんがいらっしゃったら説明してください。まして、市民が選ぶ 1期4年間を託す大事な告示前の市民の参加の討論会ですよ。すいません、ちょっと公開討論会の趣旨に間違った、ちょっと内容が違いますので、すいません。また個別にお答えさせていただきます。はい、それでは、他にご質問ある方。一番先にあちらの方が早かったので、お願いいたします。一番奥のメガネの方です。少々お待ちください。マイクを持ちますので、少々お待ちください。まずですね、今回4人の候補者の方、市長選に出られるにあたってやはり大変なやっぱり苦労とやっぱり、ね、勇気がいることだと思ってます。ですからそのことに関してまず敬意を申し上げたいと思います。実はですね、ちょっと水を差すようなこと私言うようなことになるかなろうかと思うんですけれども、よくネットでもよく私討論会とかよく見るんですね。その時にですね、いろんな学者の方がいろんなことを言われて、本当こんなことをやれたらなんで日本の経済とか良くならないのか、なんでこんな優秀な方がいるのに。で、今回の討論会聞いてもですね、皆さん個性があって、どれをケチをつけるものでは全くないと思うんです。で、なんでこんなにいい考えがあっても変えられないのかというところに関して言いますと、やっぱりそこにはですね、やっぱり実際に姿勢をやると何かの壁がある。そこが原因だと私は思っています。ですから皆さんがいろんなさまざまな結構な政策が挙げられてますけれども、実際にそれが実行できるのかということに関して何か壁が打ち当たると思うんですね。その時どうやって乗り越えられるのかということをお聞きしたいと思います。はい、ご質問いただきましたが、ちょっと最後の決意表明にも重なるとは思うんですけど、今の質問に対しましていかがでしょうか。じゃあ白石さんからお願いいたします。はい、私は乗り越えられない壁はないと思っております。それは、今のその市役所の組織に弱いわけでは決してないんですけれども、今の行政あるいは民間も多少はそういうところはあるのかもしれませんけれども、我々世代以上の高度経済成長時代に
育ち、そして培われた制度の中で、今の管理職の方々、公務員もですね、おられる。その高度経済成長時代に、あるいはその教育を受けてきた価値観の中で、これまでの延長線上として考えているから新しい変革を変える。変えるといっても、今までのものを全てぶち壊すんじゃなくてですね、今までのものをどうやって消化させ、より成長させるか。そのためにはですね、これまでの延長線上ではなかなか新たな変化はなかなか変えることはできないと思うんですね。ではどうすべきか。これは全く発想の展開が必要だと思います。これはよく言われるのは、日本のガラケーは電話の延長線上、いかに電話を便利にするかということだけ考えていました。一方でアメリカの方々は、これは電話じゃないんだと。ミニコンピューター、皆さんの生活をより便利に、より快適にするためのマシン、小さなマシン、そこに電話の機能を設けた、つけた。その発想の転換がなければ、やはりこれまでの延長線上でしか見てない。つまりこれまでの延長線上で見るのではなくて、先を見据えて、そこからよくフォーキャスト、予想ではなくて、先にあるものから、じゃあその理想に近づけるためにはどのようなプロセスで変えていくかということをやらなければ、なかなか高いところには到達できない。したがいまして、発想の転換、これにはですね、我々も皆さんも日々勉強して新しい知識、新しい技能を身につけて、私は生涯、この資料の中にも生涯学習、皆さんが昨日より今日より明日少しでも成長しようと、つまり変わろうじゃないか、変わろうかい、町もみんなも、そうした市民みんなで変えていくということで変えられると思っています。そのために市民の意見、市民の満足度、市民のアンケート、これがやはり市政の根本にあると。はい、ありがとうございます。ただいまのご質問ですが、掲げられた政策を実際どうやって実行していくか、どうやって壁を乗り越えていくかという内容でございました。続きまして、竹原さん、お願いいたします。はい、壁っていうのは、抽象的な表現ですけれども、正体を見極めることが大事だと思います。その妨害になっているものをですね、以前私が市長してた時に固定資産税率を下げました。それに対して当時の伊藤知事が税率を戻せと言うんですね。戻さないと、交付税が減るぞと戻されたわけです。あ、そうですか、じゃあその文書を出していただけますか、証拠を示してくださいと言ったら出せない、ただ戻したかっただけなんです。この皆さん、消費税なんかもどんどんいろんな税金は上がりねしてますけども、これ国家の衝動なんですよ。もうこの国の大衆を、痛めつけてというか、税金を上げて、そして大企業や資本家に渡すというのは、もうそれが衝動になっちゃってる。そのことをですね、私市民の皆さんは知らなきゃいけない。マスコミも一緒になって隠してる。そうして、結局は騙し、皆さんを騙してしまう、政治家に投票してきているわけです。私たちは見抜かなきゃいかんわけですよ、この国の壁の正体を。それによってしか越えていけられないんじゃないかなと。越えなきゃいけないのはこの政治家ではなく皆さんのことです。正体を見極める、この国の社会を一緒に勉強していきましょう。はい、ありがとうございます。それでは中津さん、お願いいたします。いろんな政策のですね、壁というのはですね、例えば財源も必要だと思います。事業をやるには財源が必要ですから、側面あたりでやっぱりすごく影響大きいなというふうに私は思っておりますのでですね、私は先ほど言いましたように、ふるさと納税を拡充することによってですね、その自主財源を確保できると、やればできる
南さつま市なんかは40何億やってるわけやな。悪念ができるわけやない。できないわけやない。やる気の問題だと思いますよ。職員、それとも、まあ、事業者はですね、やる気の問題で。返礼品の悪念の方がいいのがあると思いますよ。取り組み方が違う、やり方が違う。あと、私は一番やりたい政策についてしか述べませんでしたけれども、いっぱいまだやりたいことはあるんだけど、私は首長の判断でですね、できないことは絶対ないと思いますよ。首長がやれって言えばやらなきゃわけだから。絶対に財源があって、首長が判断すればできないことはないと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後に西谷さん、お願いいたします。はい、いろんなものを進めていく上で、どうしても壁ができてくるだろうというところでのお尋ねではないかと思っています。もちろん政策というものもそうなんですけども、やはりこの私市政をこの12年間やってまいりまして、すごく思うのは、劇的に変わるということは、果たして本当に必要なのかどうかということを感じます。この悪念に住まわれている方々は、本当に穏やかな気候の下で住まわれていて、そういったことから考えると、この変化というのは、穏やかにゆっくり変わればいいんだというのを私は感じています。そういったことから、今見ている限りでは、確かに瞬間的にすぐ変わるということではないかもしれないです。ですけども、5年、10年経ったときに、あの時にできなかったことができてるなと。思ってもらえば私はそれでいいのだなと思ってます。もちろんそのためには努力を惜しまないということが大事です。そしてもちろん市役所も頑張らないといけないですけども、市役所だけでどんな頑張ったところで町が全体変わるということはないです。市民共同でやっていく。皆さんといろんな知恵を出してやっていくということが私は何よりも大事だと思っています。もちろん首長の経験ありますよ。いろんなことを指示して、そして変えていくということは確かにできる部分もあります。ですけども、それをあまりにも劇的にやりすぎると、僕は町が壊れちゃうというふうに感じています。ですので、市民の皆さん方が穏やかに、しかし幸せを感じながら変えていくということをやっていかないといけないと思っています。特に壁ってやっぱりどこにできるかっていうと、一番はやはり人と人なんですね。人と人との壁っていうものをいかに壊していくか。いかにそれを壁じゃなくしていくか、そのことに心を砕くということが大事だと思っています。なんかちょっと抽象的な話で申し訳ないんですが、個別具体的なことで言うともですね、いろいろと出てくるんですけども、この12年間出てくる中で、最初は人と人との対立っていうのがどうしてもありました。それを埋めるということに、最初の5年から6年ぐらい費やしたのは、これはもう事実です。ですけども、融和祭が進んで、いろんな方々と話をする中で、穏やかな暮らしをしたいというのが、私は感じている中で、そういうふうに思いました。ですので、人と人とが共生していく街というのを、以前、悪念者が歌っておりました。ですけども、私は今、東シナ海の宝の街という概念に変えています。この街は、黒潮に育まれる、そこで育つ人たち、この街の宝をいかに大事にしていくか、そしてその人たちと共に乗り越えていく、そういうことをしっかり考えていきたいと思っています。言葉はきれいで、お前は言葉だけきれいなんじゃないかと言われるかもしれませんけども、そういう思いなくして、町は良くならないというのも事実だという思いですので、そこでご理解いただければと思っております。以上になります。はい、ありがとうございました。すいません、時間の都合上、ここで質問を打ち切らさせていただきたいと思います。それではですね、最後に各候補者の皆様に市長選へ向けての決意表明を述べていただきたいと思います。持ち時間は各3分でお願いいたします。それではまず白石さんからお願いいたします。はい、私は2期7年半ほど議員をやってまいりました。そしてその議員を通じて、議会を通じてですね、この姿勢を見てまいりまして、12年前の混乱からよく現市長が立て直されたと
を大変高く評価いたします。で、本当にご苦労様でした。そろそろ休んでくださいという感じです。今も市長の非常に私は近い部分、目標は近い部分があるんですね。観光基軸とした町づくり。ただし、そのやり方がやや長期政権の歪みも、まあ、多少出てきて、まあ、これはどの組織でもそうなんですけど、出てきているのではないかなという気もいたします。まあ、12年、最初の確かに4年ぐらい2期目は大変だったでしょう。そしてコロナという逆風もありました。ただ、十分やれる時間はあっただろうなと。そして、その間で成果というものがまだまだ不十分ではないかなということで、私はだからといってその前にまた戻すのか、それも皆様は多分首をひねられると思います。そこで私は秋根には新しい風が、新しい波が必要だと、先ほど申し上げたように変えるのではなくて、皆さんと町も、皆さんも町も変わろうじゃない、少しずつ成長しようじゃない、決して今までの文化、歴史を壊すのではなく、皆さんと一緒にこれからみんなでこの阿久根の町をより良くするために変わっていこうではないかという強い思いで出馬をさせていただきました。私は政治はもちろん我々、そして我々の先達、先輩、高齢者の方々も福祉、そして生活のと、もちろん良くしなければなりません。これは当然のことでありますが、政治家の手腕は子や孫にどのような悪念を残していけるか、どのような町、10年先、あるいは50年先、いや100年先のビジョンを政治家が皆さんに示して、こういうビジョンに向かってみんなで変わっていこう、この街を変えていこう、より豊かにしていこう、そのための私が皆さんの、水先案内人のような形になれれば幸いでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは竹原さんお願いいたします。はい、住民が増えなければ発展ではない、幸せでなければ繁栄ではない、子供を幸せにしない社会は自信を失う、発展と繁栄と幸せ、すべてを得るのが明石さく子供を担当する町づくりです。今だけ、金だけ、自分だけの世相に背を向け、誇り高く永遠のみんなの幸せを願い喜ぶ。お金持ちよりも心持ち、幸せを育てる町の未来は明るい。子ども施策を力に、兵庫県明石市はコロナ禍にも繁栄を続けております。明石に倣う、阿久根の町は幸せの中で繁栄します。ありがとうございました。続きまして中津田さんお願いいたします。私は40数年にわたる行政とですね、関わる仕事の実績と14年間の議員活動を生かしてですね、少子高齢化人口減少の時代に対応した新しい取り組みによる新しい支援運営で課題を解決し、誰もが生涯現役として安心して暮らし、阿久根としての魅力と活力を創造し、輝き続ける町を目指して頑張ってまいりたいと思っております。最後に、私はこの小選挙に命を吹き取ります。市議選には出ません。ありがとうございました。最後に石井田さんお願いいたします。この間ですね、3期12年という長きにわたり私は市政を任されてまいりました。確かになった当初、
難しい状況での本出しだったです。市政の状況もなかなかわからない中で勤め上げてきました。ただ今振り返りますと、この3年間というもの、ほぼほぼコロナの対策に追われて町の発展に本当に寄与できたのかということを心の中で感じます。継続は力なり、よく言われる言葉ですけれども、継続していく上でさまざまな力を得てきたのが私の切なる実感です。人脈、知識、経験、こういったものを次の4年間に精一杯アクネの恩返しにしたいと考えております。そういう思いを強く持たせてくれたのも、今回私が初めて経験した花の50歳組でした。先代のバトンをしっかり受け継いで次につなぐ、それが今私がやらないといけない、まさに今の私に与えられた使命だと考えております。12年前私は立ちました。その時の理由は、私の息子が障害者ですけども、障害者を差別発言する当時の市長の言葉に憤りを持ったのが事実であります。当時息子はまだ保育園児でした。車椅子に乗って私も送りをよくしたものです。しかしその子が今18歳になり選挙権を持ちました。時代というものは間違いなく移っていき、そしてこの子たちにしっかりとバトンを渡さないといけない。この子が今回西平義政という名前を実は家で今一生懸命練習しています。鉛筆を持つでも震えながらでも漢字で西平義政と書きたい、そういう子供の思いを、そしてそれ以外に広がる多くの方々の思いを次にしっかりつなげることが私の使命だと今まさに感じております。ですから西平義政は今回強い決意で立候補し、何よりも一期目以上に一生懸命頑張り、そしてこの選挙を勝ち抜くということを心に決めております。これから先まだまだ厳しい選挙戦が待っております。ですが必ず勝ち抜いて、アクネ市政をしっかり支えて、私が持っている全ての力をアクネ市に還元する、その思いでこの場に立っております。どうか皆様方、変わらぬご支援を西平義政へお願いいたします。以上です。ありがとうございました。立候補予定者の皆様、公開討論会お疲れ様でした。またご来場の皆様に とりましても、候補者の皆様の声を直接聞くことができて、非常に有意義な時間となったのではないでしょうか。今一度候補者の皆様に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは進行役を司会者にお渡しいたします。はい、立候補予定者の皆様、そしてコーディネーターの吉野君、お疲れ様でございました。それでは立候補予定者の皆様方、そしてコーディネーターの吉野君、ご退席をお願いいたします。皆様方、今しの声援発表をお願いいたします。それでは当会の理事長より、ご来場の皆様方に謝辞を述べさせていただきます。理事長中村総君、よろしくお願いいたします。改めまして皆さん、こんばんは。長時間にわたりお聞きくださりまして本当にありがとうございました。皆さんの思い描く夢って何でしょうか。阿久根市長に託す自分たちの思いを、このここから先の4年間を託す、その思いの一つ一つが町を良くすると思っています。もちろん人口分布図で見ますと少子高齢化は顕著な状況です。ですがここに住み暮らす私たちが何を考え、何を思っているのか、それを伝える場がこの12月18日だと思っています。
皆さんの思い一つ一つを大切に、ここから先の4年間、町の未来をどうやって託していくのか、ぜひ今一度、この公開討論会の後も、こんな話だったよと、ご家族、ご友人にお伝えいただければと思います。また、本日、YouTube でも配信をしておりますが、YouTube の視聴者数は約100名ちょっとでした。本日ご来場いただいた方が270名ほどです。まだ300名にしかこの思いが伝わっていないんだと思います。ぜひ皆様の声で、そしてもしくは YouTube のアーカイブも残す予定ですので、ぜひ皆様にお伝えいただいて、ご自身たちの、そして阿久根市民の思いをぜひ伝えていただければなと思っております。本日のこの討論会が皆様にとって、そして阿久根市にとってより良いものであることを最後にもう一度ご記念申し上げまして、ご挨拶を返させていただきます。本日は本当にありがとうございました。以上をもちまして、阿久根市長選挙立候補予定者公開討論会を閉会いたします。本日は長時間にわたりまして、ご来場の皆様方、誠にありがとうございました。お帰りの際は、安全面を考慮しまして、ソーシャルディスタンスの確保と、お留守台上にご協力をお願いしたいと存じます。また、QR コードでアンケートをご用意しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ご来場の皆様方、お忘れ物のなきよう、お気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。